おはようございます。エア監督の白石浩二です。今日もおすすめの映画をね、ご紹介したいと思います。その前にちょっとジャンプでもしますかね。今日の映画もまあ言わずと知れた作品ではありますが、お若い人の中にはね、見てない人も結構多いんじゃないかと思うんで、ご紹介したいと思います。よいしょ。その映画とはでんて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 ん、はい、インディ・ジョーンズシリーズの一作目、レイダーズ失われたアークですね。はい、これ見たのはテレビですね。最初見たのはテレビで見て、で後々何年前ですかね、確か六本木の方でオールナイトで上映があって、それでオールナイトじゃなかったかな、まあ、その時に初めてとにかくイベントのね上映がありまして、その時初めてスクリーンで見ました。レイダース失われたアーク、まあ最高のねオカルト映画です。オカルト冒険映画ですね。はい、ちょっとこちらをおすすめしながら腹筋ローラーしたいと思います。よいしょ、いや腹筋ローラーをしながら映画の方をおすすめしたいと思います。はい、どっちでも一緒だよっていう、これ表示きそうですけどね。腹筋ローラーしたいなんですよ。あれ？でも腹筋ローラーしながらって言った方が腹筋ローラーは主体じゃなくなりますかね。まあちょっとね起き抜けであんまり頭が回ってないですが、はい、じゃあ行きます。はい、レイダース失われた、失われたね、聖室、聖なる棺かなと書いて、失われたですね。これをですね、子供の時見ました。なんていうんですかね、まずはその冒険活劇ですね。インディ・ジョーンズ、考古学者で冒険家で、考古学者としてそのお宝をね、探すのが大好きっていう、このね、まあ、冒険活劇として非常に見事であると。でまあちょっと時代物でですね、まだナチスドイツ軍が暗躍している世界で、でそのドイツ軍がですね、そのアークによる力を手に入れようとして、それを求めてるんですね。でそれとそのインディ・ジョーンズはインディ・ジョーンズで、このアークというですねものを求めて、ちょっと冒険の旅みたいなと。でまあ奪い合いになるみたいなことですね。そこにまあ女性も絡んできて、まあちょっと恋愛の要素も出てきたりして、まあ要はそのアークの持っているもの、持てる力っていうのはですね、すごくとにかくねオカルティックなもので、それでなんていうかな、まあ得体のな、どういう力か分かんないですけど、得体の知れないパワーをどうも力をね手に入れることができると。で、最後の最後そのねアークを手に入れて、その棺のね蓋を開けてどうなるかというのが、まあ、クライマックスになるわけです。まあ、このオカルティックなこの力を求めてね、ドイツ軍とか考古学者とかがね、まあ冒険するというかね、そういうこうスケールの大きいねことをやるっていう、まあそのこと自体がなんかちょっとワクワクしますよね。この世にはまあまずないだろうと思われるものを求めて映画の中でね、みんなで頑張るし争うみたいなね、命がけで、
で、まあ、全体的には本当にその子供を見れるようなユーモアもあるんですけど、すごくね、その残酷な、要素もあったりして、ドイツ軍がまた残酷だし、で、最終的にこの、まあ、そういう内容ですから、オカルトな力が当然あるわけです。オカルトな力ありませんでしたよ、どっちだっけみたいな感じには、まあ、ならないわけですよね、当然ね。外引っ張ってますから。で、まあ、最終的にその残酷症ですよ。まあ、霊的な存在もこう出てくるし、残酷症も行われる、そういうクライマックスになります。すごいですね。さ、この大冒険活劇のクライマックスが、神のようなオカルティックな力による残酷症ですから。そりゃ、好きですよ、そういう映画ね。まあ、そういうね、一大活劇の、大冒険活劇で、ありながらそのオカルト、まあ、言うなれば、その非常にホラー的な要素っていうのもね、入っている。それはこの、レイダース、失われたアークなんですね。で、なんですかね、まあ、インディ・ジョーズシリーズありますけども、やっぱり、レイダース好きな人多いですし、私もやっぱりね、レイダース、失われたアーク、これが一番好きですね。はい。もしね、インディ・ジョーズ見たことあるけど、レイダースまだ見てないですよっていう人、いましたですね。この本当レイダースしてられたらアークおすすめです。まあその後もね、オカルティックな要素はあるんですけど、これは特にオカルティック。ホラーに最も、シリーズの中でもホラーに最も近い作品だと思います。あ、それでは皆さんまた。